汝の願いを心の中で繰り返すんじゃぞ。意識を強く保ってこそ、わらわは汝を最も適した位置へと送れるんだ。あなたたち、一体どうやって再びここへ？この戦い、実に懐かしい。今のあなたの意志は、まるで永遠に関する規則。無数の戦いの中、あなたは一度も負ける。たとえ私が永遠に置き、それほどまでに規則に従おう。あなたこそまさに永遠の守護者。彼女たちがこの空間に戻ってきた時では、この決戦をもって私たちの500年以上にわたる宿命に。決戦？まさか。旅人さん、下がっていてください。私にとっては次の始まりとなります。私有を決するに必要な時は、王国の繁栄と滅亡を見届けられるほどに。私有を決するに使わんとする力、大会を決断し天を滅ぼすほど。私有を決するに求めし意志、心を強め無双を転覆せし。しかしあなたは今なお存在し、私は永遠に存在します。裁きの雷、愚鈍で邪魔者の粛清を。千逃げ道はあります。私の背負う意志は決して壊れない。滅することもグドンです。邪魔者を断ち切りました。ここまでです。あなたは過去を超えることができないと考えていました。永遠に摩耗することのない意志は結局のと。あなたは未来。あなたの強さは私が一番よく知っています。私一人。しかし武芸の形と限界は刀を振るう理由によって決まります。それを思うたび、この無双の一心が震えるのを感じるので。まるで誠から受け継いだこの刀が、私も感じていました。先の戦いの中、その力は、これは誠の刀です。もしかしたら私が彼女を心から理解した時、無双の一心を強く握りしめると馴染みがあるのに、それを知らないか。認めましょう。あなたのその新たな意志は魔王によって生まれたもので、これからもこの身はあなたの協力者です。もう変えることのできない規則を作りはしません。あなたはこれまで私の過去を表す。誠はただ一度たりとも。本当に変わったようですね。わかりました。私があなたの影となりましょう。かつてあなたが誠の影であったように、私の行うべき責務。しかし武者として、今後もこのような戦いの機会があることを。勝負そのものについてはまだ不服と。いいえ、
ただ今までに感じたことのない。もう戦いは終わった。こんにちは、エイ。それからこれを見届けている者たち。私はライデン誠。かつて責務を全うすることができぬ誠。私は今とても嬉しいわ。あなたならきっとここまで。私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたの。どうしてこんな回りくどいやり方をしたのか。それはあの時のあなたが。ただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかった。だから。しかしそんなこと私には一度も。全てが急すぎたのよ。いきなり稲妻をあなたに託さなければならなくなり、あなたが無双に固執しないためにも。あの時カーンルイヤで起こること。ええ、多少ね。どの属性の失勢にとっても今の私にはもう時間を感知することができない。この再会がどのくらいの時を経たものなのか。それでも私は知っているわ。あなたはきっと。幾度となど私を見くびらないでください。ほら、認めてるじゃない。そういった可能性も考えてあなたに贈り物を残し、これを受け取って。私の最後の意識が消失する。でも最も重要。神を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。時間を無限に引き伸ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる、エイ。私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？人も役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。さようなら、マコト。それが過去の稲妻で発芽した。そう簡単には信じられぬ。これらは全て誠の力です。永遠に関して、永遠は時間と密接に結びついた概念です。時間そのものに意味はなく、条理によって解釈すること。もしかすると汝らがあの時間に無事。じゃが、あの乱れた感覚はもう消えておる。まだ私も完全には理解できていません。わらわはそうは思わぬ。あなたが何を考えているのかは分かります。確かに誠はより高度な力を有していたかもしれません。もし神王がなければ、稲妻は何百年も前に。汝が神王に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておる。昔汝はこの神王が誠の意識空間とつながって。ええ、ですが今分かりました。でもあの木、
今の姿とは全然違う。信用はわらわの縄張りに植えられたものじゃ。当然わらわの好みに合わせてす。うえ、そんな勝手にやっていい？冗談じゃよ。発芽してから今までこの木は数多くのことを経験。わらわと完全に無関係というわけでもないぞ。ナンジラが空間を離れてから再び入るまでの間、時間は少ししか経っておらんかった。わらわが思うに、旅人ナンジはわらわの、あの時わらわは A の居所を感知しておったが、同時に内部の時間の異常、もし時間もわらわたちの追い求める要素の一つであるなら。じゃが幸い、ナンジラの強い意志によってその乱流は、乱流の方向は誠の影響も受けていたかもしれぬが、 A を、もしかしてオイラたちがあの決戦に立ち会えたのは偶然じゃなくて必然だったのか。私はもともと空間の外と内で時間の流れが、あの瞬間私が真っ先に思ったのは、しかしあなたが来たのは私を助けるた。お二人ともありがとうございます。エイ、大丈夫じゃったか。体はすでに回復しています。将軍、体ももちろん重要じゃが、それよりもわらわは誠の意識にあったのじゃろ。ただ彼女の声を聞いただけ。大丈夫です。少し懐かしいと思っただけなので。しかし今回のことで確信しました。誠は何より私の未熟さん、稲妻が今日を迎えられるのも彼女のおかげで。私はただ種を一つ植えただけ。そうだぞ、エイは自分の力で誠の前に戻ったんだから、それだけです。ありがとうございます。今日ようやく何時と稲妻は、何百誠と何時は稲妻にとって不可欠。あなたからそのような慰めの言葉を聞けるとは。なんじゃ、これも全部昔の何時が聞く耳を持たなかったからじゃろ。誠と同じこと言ってるな。ほう、なら将軍の位にわらわが2日ほど座ってもよいのではないか。いや、そんな面倒なこと。いや、冗談はここまでにしましょう。私はこれから将軍と共に現在の稲妻をよく観察し、現状を整理、そして鎖国を解除します。本当か？それ私はもう静止するだけの永遠を追い求めることはしません。きっとこれから稲妻には多くの壁が立ちはだかることになります。それについて